たまたま。たまたま。今日は何するんですか。はい、今日はとうとう海水を入れようと思います。イエーイ。どうやって入れますか。目の前海に行っちゃいますか。目の前に行く。海水無限にあるじゃないですか。無限にあります。バケツ。やだ。ザンバ。やだ。嫌じゃない。ここに行くの？行けない。もしかしてヤモリ？干からびヤモリ。ヤモリ怪我してない？いやもうこれ死んでるよ。本当に？うん、干からびてるもん。いや、え、生きてる？あたたあたたた柔らかいよ。ね、ただ、うん、頭はやられてるね。だよね。どうなの？うん、ちょっとダメっぽいな。自然に返してあげよう。よしはダメ。焼きヤモリはダメ。こうやって命は循環していくのです。そんなカラスの餌にもなるかもしれませんが、仕方がありませんね。ほら、海水は無限だよ。わかります？この広大な資源。やば、今日やば。今日波高ないっすか。いやいや、いややね。いつにもないつになく波が高いですね。風強いからだね。よろしくお願いします。家でこう上がれるように足場組んだ、足組んだっていうか。あ、これや。ちゃん、ちょっとこれ開けてみて。で、大ちゃん、それね、多分。あと上で調整すればいいやん。そうですね。まあまあ来とる上で。うんうん。オッケーオッケー。オッケーオッケー。じゃあ上で持っていって。マリュー。回ってます。うん、回ってます。行ってよ。行ってますね。ああ。こういうことね。熱っ。
だあれ。これだけ。早かった。いや、さすがもちはもちやとは言いますが、マルクラ水産さんのおめでとうございます。ありがとうございます。マルクラ水産さんは中島でですね、サバを養殖されてるんですよね。はい。いや、さすが早かったいや、ありがたかったね。次はここに何か入れてみたいと思います。蓋作ります。イエーイ。では次回。また。